もしも二人がすれ違うだけで出会わなければどんな未来をどんな人生を誰と生きたろう。確かなものは何もなく抱えた夢さえ遠い。君を守り続けることも時々ご乗車のお客様はお忘れ物の山田線のブルーの いやすごい晴れてきた。一度だけの二人を虹が見えるかもよ。はい、これからですね、もうちょっと下に行ってみたいと思います。かなりのまた階段を降りていくんですけれども、イコール最後はまたかなりの階段を登ってくることになると思うんですけれども、行ってみたいと思います。コンクリートバケットって書いてありますね。つうかしげちゃん、道あるね。道あるんだね。道、ここにもトンネルあるし。すごい涼しいんだけど、こう行っちゃいけないの。こういうとこ入りたいよね。感覚あって。すんげー涼しい。番組。すげえこれワイヤー。25トンケーブルクレーン。すげえワイヤー。どうしようほら、ああやってコンクリ。ああ。運んで、24時間ずっとそれ動いてたんですよね。いやすごい気持ちいい。行ってみようか。皆さんですね、今はですね、このレインボーテラスというものができまして、これからですね、せっかく来たんで、このレインボーテラスというところに行ってみたいと思います。多分虹の、滝のところに虹ができるから、レインボーテラスというんでしょうけれども、これから下に降りてですね、あそこまで行ってみたいと思います。うわぁ、ここだ。アップできるよね。今ダムカレーを、黒部ダムカレーを食べます。私はアーチダムカレーですね。はい、これからですね、ダムカレーを食べるんで、私が普通のアーチダムカレーで、彼のが黒部ダム、彼のが黒部ダムカレーいただきます。いただきます。いきます。うわーすげー、すごい怖い。ささやいて
さん見えますか、すげえ運がいい、見てください、この水と黒ボタンの空と、なかなか見れないですよ、これは。いや、よかった、撮ってないで見れて。ここから本当はですね、実はこれケーブルカーなんですね。向こうから歩いてきて、これが立山黒部アルペンルート。ここからですね、本当はケーブルカーですね。それもトンネルの中を走るケーブルカーという。すごい涼しいんだけど。まあ今回はね、ちょっとこっちは行かないんですけれども、はい、これがケーブルカー乗り場なんですけれども、ちょっと見えないですね、見えない、見えないですねここ標高 2500m のホテル立山、来年連れて、まあ、どっちか、ね、来年連れてきてくれますか、頑張りましょう、ね、連れてきてくれる、頑張ろうね来年皆さん来ますちなみに今黒部ダムからの帰りなんですけれども、こんな感じで混んでますね。今バスの待ち合い所なんですけども、はい、糸魚川インターですね、黒部ダムから糸魚川インター行きまして、左ですね、これで新潟方面です、これで北陸自動車で 14km 道なりです、はい、ノーインターまで行きます。左方向です、道なりです、おいい、ね、日本海に出ました、あの灯台懐かしい、久しぶりに見た、はい、本日の宿泊地やってまいりました、カニカニ館あの道の駅、セブンイレブンはどこだ、あ、すごいなんだね、セブンイレブンに行きましょうか、とりあえず、どこにあるんだろう、目的地は左側です、お疲れ様でした、あ、これ違う、あ、これだ、あった、セブンイレブン、あったあった、これだ、この辺止めちゃって、はい、一応ですね、こちらですね、日本海夕日ステーションっていうとこ着いたんですけども、でもキャンプ場はですね、ちょっとまだここから離れたところにあるみたいなんで、それから、そこまでちょっと車で行ってみます。とりあえずですね、今ですね、キャンプ場までの地図をですね、セブンイレブンの人にもらったんですけれども、いやー、めちゃめちゃいいですね、綺麗ですね、 JJDN ってこれ動いてんのかしらね、あ、動いてなさそうだねこれそうだね、氷川丸でね、ほんとこれ右ですね、荒崎キャンプ場です、
れるんだね。なんか海からすぐ近いとかって言ってたけど。近いのは近いよね。近いけど。え？自販機があるか。近いけど。これ車じゃ入っていけないんだね。ちょっと待って。今こうじゃん、うん、そうですね、うん、ね、車でこれ行けそうだね。ここ行ってみる。狭くね。え、狭くね。一応今日こちらに宿泊予定なんですけれども、車で入って台車があるわ。あ、台車あるんだ。あ、でもこれ行けるよ、しげちゃん、これほら。いや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 、ジムニーだったらね。なんか一番近いとこよくない？あんま奥じゃなくて。この辺も近いぞ。そうだよ、ここ全部そう、うん、あ、ここでここいいじゃん、これ。うん、